ストライクショット、こんにちは、エクストラック中田下穂奈とリックスです。はい、ということでモンスターユースの時間やってまいりました。イエーイ。早速いくよ。推しの秋はこちら、はい、となっております。はい、それではいきましょう。1、9月8日は船の日が来るぞということで、こちらじゃん。はい、ということでね、8日、18、28は船の日となっておりますけれども、はい、9月8日もやってまいりますと、イエイ、いうところでございます。限定の引き換えアイテムが登場ということで、引き換え席100でそれぞれ1回だけ引き換えが可能となっております。お得。はい、さらにお宝釣りが2回できるということで、皆さんね、お忘れなく、うん、大事ですよこの2回ね。はい、はい、1回釣ってもう1回釣ってくださいね。はい、はい、2、モンスト×テレビアニメブリーチコラボ第2弾追加情報ということで、こちらじゃーん。はい、明日9月2日木曜日12時からコラボ開催です。やっと来る、やっと来る、もうね、うん、待ってましたね。ワクワクです。はい、それでは見ていきましょう。こちらじゃーん。はい、ガチャブリーチスタートいたします。重心化回もあったり、はい、あとね、新登場のコラボキャラもおりますので、はい、皆さん楽しんでください。楽しみだ。はい、こちら9月17日金曜日11時59分までとなっております。はい、さあ、そしてこちらございます。じゃん、コラボクエストが期間限定で登場いたします。はい、なっておりますので、うんうん、しっかりね、ちょっと運極目指して頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、そしてこちらもございます。じゃん、なんとコラボ第1弾の一部クエストが、追憶の書庫に再登場いたします。はい、いや、これもね、ちょっとなんか妄想の人がね、利用してね、やるとね、うんうん、集めやすいんではないでしょうか。確かに確かに。はい、ということで続いてはこちら、じゃん、死神代行任務発生、うん、ということで、こちらですね、クエストをプレイして任務達成を目指しましょうということで、うん、こちら、達成すると任務の数に応じて霊力ポイントをゲットできます。ほう、この霊力ポイントなんですけれども、うん、なんと裏原商店でアイテムと機会がすることができます。裏原商店出てくるんだ。出てきちゃいます。はい、ということで気になる任務見ていきましょう。はい、こちらじゃん。はい、ということで死神代行任務の詳細をチェックしていきましょう。はい、任務の内容はこのようになっておりまして、うんうん、なんとですね、対象クエスト、こちらノーマル、イベント、強力の書庫、英雄の神殿、こちらすべてのクエストに対応しております。おお、はい、じゃあ例えばコラボキャラを入れてコラボクエストに行くってなると、まず対象クエストクリアで1ポイント、はい、コラボクエストクリアで1ポイント、うん、コラボキャラを入れてクエストクリアで3ポイントってことで、3ポイントゲットできるってことですね。そうですね、うん、そこでね、うん、ストライクショットが使ったらまた1ポイントみたいな感じなので、ことですね。はい、いろいろその中でまた達成していくと、うんうん、はい、霊力ポイントも集められるのかなといった感じでございます。はい、はい、それでは気になるアイテム見ていきましょう。こちらです。じゃん、集めた霊力ポイントは浦原商店でアイテムと引き換え可能となっておりまして、うんうん、こちらアイテム引き換えできるのが1日1回のみとなっております。で、引き換えアイテムはこのようにオーブ10個だったり、徳玉、あとは英雄の書だったりございます。今日何しよっかなみたいな考えて、そうですね、引き換えていく感じですね。はい、さあ、気になる気まぐれボックス、うん、見ていきましょう。こちらです。じゃん。はい、なんとですね、4種の戦型の書などアイテムがランダムで1つゲットできるといった感じです。うん、はい、こちらの戦型の書は排出率が 60%、うんうん、あとミラクルミン重力は 40% となっております。はー、これも熱いね。そうですね、ちょっと楽しみになりますよ ね、うん、ね、はい、気まぐれではありますけれどもはい、何出るかお楽しみにみたいなところありますよね。はい、はい、で、こちらの戦型の書は9月20日3時59分までとなりますので、うんうん、出た場合はね、ちょっとどのキャラにつけるかとか、うん、早めにね、20日までにね、うんうん、やっていただけるといいかと思います。はい、はい、そして続いてこちら、じゃん、御帝13体からの指令が開催されます。おう、はい、各指令を達成するとバイザード、平子真嗣やコラボ限定グッジョブ、うんうん、称号、勲章などがゲットできます。いろいろゲットできるね。そうなんですよ、うん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 、こちらは9月2日から9月20日3時59分までとなっていて、うん、まあ、これを機会にね、平子真嗣が運極にできると、うん、いった感じで先週話してたやつですね。そうなんですよ、うんうんうん、はい、さあ、それではちょっと詳細見ていきましょう。こちらです。じゃん、こんな風になっておりまして、いろいろあるね。いや、グッジョブもめちゃくちゃ豪華ですよ、うん、そして勲章のこのコンがね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、これも存在感ありすぎるから私絶対コンにしたい。絶対つけるよねこれね。はい、このようになっております。それ
ではですね、指令内容一部紹介していきます、はい、こちらじゃん、はい、うん、このようになっております、うんうんうん、102入れてクエストクリアですとかございます、うんうん、でこのように報酬はですね、あの称号クインシーがもらえたり、あとはね、あのルキアのグッズも先ほどご紹介しました、うんうんうん、ご姫とかもらえたりするので、はい、皆さん指令頑張りましょう、うん、さあ、うん、続いてこちらございます、うん、じゃん、なんと102銀が超究極に登場、まさかの、いやめっちゃかっこいい、すごいね、いやこれ嬉しいですよ、ね、わちょっと難易度気になりますけどね、はい、どんなんだろうとなっております。さあ見ていきましょう、こちらじゃん、はい、ということで9月4日から9月17日こちらの間で随時出現となっております、うん、超究極なんでしょ。そうなんですよ、超究極なのでちょっとあの協力しながら頑張りましょうね、うん、頑張りましょう、マルチで、はい、ということでこちらじゃん、はい、ということで超究極クエストをクリアで進化解放が可能になってきます。はい、102あの書庫の方にね出ているので、はい、こちらあのゲットしていただいて、勉強してない方は、はい、進化解放とかしていただければと思います。うん、また勝つところですね。そうですね、はい、元3番隊隊長になるんですね。うわアニメ見てくださいはい、ということでこちらもございます、じゃーん、コラボ限定オリジナルグッズ登場、はい、アクリルスタンド全7種、そしてグッチョブアクリルスタンド全6種、はい、アクリルキーホルダーもあると、うんうんうん、はい、こちら、モンストアとモンストア楽天市場店にて、9月2日より発売開始となります、はいはい、今回なんとですね、キャラを選んで買うことができます。おー、じゃあ推しをね買ったり、もうみんな揃えたりもできますし、確かに全種類揃えるのもいいですね、はい、嬉しいですね、うん、さあそれではですね、手元にございますのでちょっと見せていこうと思います。はい、誰からいく、じゃん、おお、いきなりいった、菅谷さんかっこいいですねアクリルスタンドです、おーすごいね、はい、私もあります、アクリルスタンド、先ほど紹介した銀さん、そしてグッチョブアクリルスタンドですいくぞ、これさちゃんとセリフも入ってるのいいですね。そうなんですよ、こちらイチゴいいですね、頭の中で再生されちゃいます、ね、良き声が、うん、はい、そしてですね、はいはい、アクリルキーホルダーちょうどいいサイズですね、ちょうどいいサイズ、いろんなとこにつきやすそう、はい、もう私は推しを全面に出していきます、全部と後ろほら、いちごは2種類あるんだよ、いいですね、すごいでしょ、うん、かっこいい、うん、はい、となっておりますので、はい、ぜひモンストア楽天市場店にてゲットしてみてください、うん、続いて3、重心化情報持ってまいりました、ということでこちらデューン、ということでマルコポーロが重心化いたしました、かわいい、かわいいですよね、なんかカメラに向かってる、そうなんですよ、はい、こちら東方見聞録2を書くために旅を続けていて、その様子を配信していると、ライブ配信中ってことですねそんなことしてるYouTuber みたいですね、そう YouTuber みたいに、はい、投げ銭もちょっと飛んでたりする、あらいいですね、はい、イラストとなっております、はい、ということでステータス見ていきましょう、こちらじゃん、はい、ということで反射&ゲージスピード型、アビリティは飛行、アンチウィンド、魔封じ M、 源流封じ M、 ゲージでアンチ重力バリアと回復、ストライクショットは1段階目8ターン、2段階目16ターンで貫通タイプになり、壁に触れると反射タイプに戻る、友情コンボはエナジーソードと超強拡大貫通ロックオン衝撃波となっております。おお、エナジーソード持ってるんだ、そうなんです、あのね、マーチが持ってるエナジーソードをガチャキャラで持つのは初ということで、こちらね、まずアビリティも トリプルアンチとあと4種族へのキラー M 持ちなので、うん、それがエナジーソードにも乗ってくるとはいうところで、キラー対象には結構ダメージ出るんじゃないかなと、はいはい、いうのもありますし、もう一つの友情も超強拡大貫通ロックオン衝撃波なので結構あのエナジーソードが当たらない部分もカバーできちゃうんじゃないかなと、はい、いいサポートですね、うん、はい、SS もね8ターンで打てるので
もうキラー対象にはもうガンガン打っていくのがいいんじゃないかなと。確かに、うん、いろんなところでこう回避もできそうですよね、貫通になれるんで、うん、ですね、はい、となっております。ということで、気になる解禁日はこちら、はい、9月7日火曜日12時解禁となっております。皆さんお待ちください。はい、ということで今週のモーストニュースは以上となります。来週のモーストニュースはこちら、じゃーん。はい、ということで9月9日木曜日16時からとなっております。はい、ということで皆さんお楽しみに。はい、ということで最後に来週のラッキーモンスターを見ながらお別れとなります。ではバイバイ